はい、皆さんこんにちは、隊長です。というわけで約1週間ぶりのオリジナルクラブ監督キャリアの更新やっていきたいと思います。前回どこまでやったんだっけな。今は4シーズン目の1月、冬の一石市場がスタートして、前回はカラバオカップのこのバンリー戦ですね、準決勝ですのファーストレグを終えたところ、 2-2 で引き分けですね。冬の一石市場が開幕したと同時にクリスタルパレスからベンテケ、隊長バグランツに加入と、半年間のレンタルですね。でユースから発掘してきたルイス・アレクサンダー、有望株のゴールキーパーをレンタルに出したんだ、レンジャーズに、っていうのが前回までの流れと。で今日から FA カップ3回戦がスタートするんですよね。 FA カップは初戦3回戦から我々参戦なんですけども、ワトフォードと激突。まあ今はどちらかというとカラバオカップ、まあ、優勝するチャンスなんで、今日で決勝進出を決めたい。というわけでシーズン中盤までやってきたんで、現時点でのみんなの成績見ていこうか。まずチームの中で一番ゴールを決めてるのはダリル・ダイク、21試合出場して14ゴール4アシスト。序盤はね結構波に乗ってたんですけど、ここ最近なかなかゴールを決められていないっていうのが、なんだろうね、対策されてきたんだなと思いますね。でその次にダン、レコって感じで、ちょっと得点力がないかな。もうちょっと決めてほしいな、前線。でアシストはなんとフーゲワーフですね。0ゴール6アシスト。あ、ゴールしてないんだ。今シーズンも一応後半の途中出場から、まあ、スパサブとしてね入れてるんだけど、ゴール決めてないね。それでは FA カップ3回戦ワトフォード戦やっていきましょう。この試合どうしよっかな、メンツは。まあ、カラバオカップ優勝したらね、 FA カップはそんなに真剣に挑まなくていいけど、まだ現状わかんないんで勝ちに行きましょう。やべえな、1週間ぶりの FIFA だからどう行こう。やっぱこれっしょ、ツートップダイクとベンテケっしょ。この二人さえ揃えれば点取れるわ。キーパービセンテ、フォーバックシューベルト、カータービッカースで、堀内圭でエボセレで、ワットにギルモア、両サイドダン、レコ、ツートップダイク、ベンテケですね。これで相手の守備陣をぶっ壊す。いやーでも3回戦で散る可能性あるからな。とりあえず今シーズンはね、何かしらタイトル、まあ、カラバオカップだな、一番取れそうなのは。マジで今年しか優勝するチャンスないから。さあクロス入れとこう。うん、ここ堀内カット。さあレコからベンテケ、ベンテケからこれダイク、ダイク左足ナイス、いいね、幸先いいぞ。前半7分、ダリル・ダイク。ちょっと1週間ぶりの FIFA だとマジで違和感ある。よしよしよし、あミスった。俺カップ戦キーパーそこセロで行くって言ったよね。ビセンテ使っちゃってる。キーパーはそこセロじゃないと、カップ戦は。そこセロさ、カップ戦しか出番ねえからさ。マジで申し訳ないことしちゃったよ。さあワット、ワット、うまいうまい。クロス上げる。うーん、やっぱりみんなクロス下手だ。うまいな、つなぎ中央、あ、堀内、堀内ナイス。シュート、ここブロックできるか、ナイスナイス、危ない。数的不利、数的不利。うわ、堀内圭、堀内圭がいるんだな。いいですね、守備は今のところ問題ないですね。エボセレの裏、また左サイドマイナス、そこうまい。いやビセンテナイス。絶対マイナスに下げるからね、ああいう場面は。絶対なんか一人マークしなきゃいけない。オーケー、いやシューベルトよく守った、今の反応できなかった俺も。メンバーは変えずに後半挑みます。せっかくツートップでかいからさ、クロスどんどん入れたいんですけど、クロスが下手なんだよなみんな。後半の立ち上がりが一番危ない。ギルモアナイスカット、よく見ている。ベンテケからダイク、ダイクうまい。さあ抜けた、ダンダン、これは自分で行こう。ナイス、2点目、よし、2点差はでかい。2点差つければ負けることはそんなないな。うまかったこれ。いやナイスシュート。じゃあうちらも選手交代させましょう。
大工を下げてハンター入れましょうか。でレコを下げてフーゲワーフ、2点差なんでハンターぐらいは出していいだろう。ナイスギルモアカット、めっちゃいいじゃん。さあハンターいけ、ハンターハンター来たー、来ました。はい、これは決めるだけ、ナイス。ハンターも決めたぜ。ワトフォード相手に3点。いやー、ここでフィジカルで勝つのは素晴らしい。ベンテケも下げて、どうしよっかな、ロード入れよっかな。やば、ロードちょっとロードやっぱ中盤の方がいいな。ベンテケはそのまんま出しといて、うん、ここしっかりと勝って、ベンテケベンテケベンテケいけ、ベンテケいけ、ベンテケいけ、ロードが空いてる、来たー、ロードロード、どうする、フギアフに渡すか、フギアフ、うーん、惜しい、まだある、まだある、まだあるよ、ロード左足で巻いてく、いやー惜しい、うまい、ここを1点も許さない、ナイス、1点も許さない、ちょっとちょっと、ナイス、よし、ナイスナイス、いいですね。終始我々のペースでワトフォードを圧倒しました。ちょっと1週間ぶりの試合だったんでふわふわするかなと思ったけど、結構うまくいったな。このフォーメーションがいいんじゃないかな。 4-4-2 めちゃくちゃ生きてない。あ、でも内容的には互角ですね。お互いシュート7本。 FA カップも取っちゃう？カップ戦我々が取っちゃいますか、今シーズン。というかそろそろドミニク・ロード売り時なんじゃないかなと思ってきた。年齢30、総合値70、今シーズン出番がなかなかないかな。まあ一応11試合は出てるけど、今までに比べて毎試合出ることはなくなったね。どちらかというとドゥオモ、え、待って、ドゥオモも出してるけど成績あんま変わんねえな、2人ともロード売り時かな。でロード2世とも言われていたジェイソン・ソープ、お前全然成長してねえなセルティックでうまくいってない、ソープも。まあでも間違いなく来シーズンロードは主力じゃない。だからもう移籍リストに追加しよう。いやでも引退まで いさせるか。ロードだけは引退まで残すか、最後までチームの象徴として残ってもらおうか。そうしよう。うん、だけどもう主力選手じゃないから、近いうちまた契約更新して、年俸じゃなくて給与の方も下げて、あとちょっと役割はもうサブ要員的なところまでちょっと下げてもらおうかな。というわけでリーグ戦ですね、レスターとトッテナムホットスパー戦、この2試合はちょっとシミュレートでやっていきます。キーパービセンテ、フォーバックシューベルト、カータービッカス、アレックスフェルナンデスにフレデリクセン、アンカーワットで、前にドゥオモ、ギルモア、スリートップダン、ダイク、レコでシミュレート。おって勝ったシミュレートで勝つのはね結構珍しいんですよね。ダイクが決めて、お、ダイクが決めると。ダイク2ゴール。いいね。フーゲワーフにレンタルオファー、ロイヤルアントワープか。出せません。ユリチッチにめっちゃレンタルオファー来る。ブラガとボルド。ダメだ。今、うちは出せる選手がいない。次は4位、トッテナムホットスパー戦。まあもうリーグ戦は、正直こっからね、上がっていくのは結構厳しいんで、普段出してないメンツね。こういったサブメンツでちょっと挑もう。キーパーソコセロ、フォーバックシューベルト、堀内、アレックスフェルナンデス、エボセレ、アンカーユリチッチで、マイン、ローサ、スチュワート、トップシャーロード、そしてツートップはハンターとマイケルマニオンです。勝ったら奇跡、負けて当然。勝っちゃったー嘘でしょ、このメンツで勝つの。マジでロードが2ゴール決めてる、やば、絶対負けると思ったわ。よく抑えたな、ほんとだ。結構攻められてるけど、うちらシュート3本しか打ってない、少ないチャンスをものにしたな。じゃあ生きり起こしました、シミュレートで。ウェールズ代表から監督オファー、お、近づいてきたんじゃない。ちょっとイングランド代表やりたいからさ、イングランド代表になればさ、うちのチームにいたデクスター・ルイスとか、あと今主力じゃないロードとかね使えるからめちゃくちゃ面白いじゃん、初期メンバーをイングランド代表として選出すんの。とイングランド代表を受けたいな。おっと、また FA カップの試合が挟んできたな。FA カップこれ4回戦バーンズリー戦だね。バーンズリーだったらいけるだろう、シミュレートでも。ちょっとカラバーカップ準決勝、セカンドレグやりたいから、ここもちょっとシミュレートでいこう。メンバーの体力も考えないとね。このメンツでいこう。キーパービセンテ、フォーバック、フェルナンデス、カータービッカス、チェフ、フレデリクセン、アンカー、ホリウチで、前にロードとスチュワート、スリートップ、フーゲワフ、ダン、レコ、キャプテンがスチュワートになってますけど。勝ってくれ1-1 の引き分け、レコが決めたか。ってなるとこれ再試合ですね。またユリチッチにレンタルオファー、今度はポルト。ユリチッチめっちゃ人気だな。さあというわけで
このバンリー戦勝てばカラバオカップ決勝進出、勝てば大手ですよ。ちょっとバンリー強えからな、結局要注意人物が何人かいるから。相手バンリーフォーメーション変えてきたかな。 4-4-2 前回何だったっけ。あ、でもウッド出てますね。前回ゴラスト決められましたからね、ウッドに。でジョアン・ペドロが出てない。これはチャンスか。やつが出てると結構しんどいんだよな。こっちはベストメンバーでいきましょう。ただカップ戦はキーパーそこセロでいきます。はい、というわけでセカンドレグバンリー戦、前回アウェーの地で2点取ってるんで、この試合は1点も許さなければ大丈夫。キーパーはそこセロ、フォーバックシューベルト、カーター・ビッカス、堀内、フレデリクセン、アンカーユリチッチで、今回トップ下にドゥオーも、両サイド左ダン、右フーギョアフ、2トップダイク、ベンテケでいきます。雪ってのがちょっとやだな、ボール見えなくなりそうなんで雪ではなく晴れで。よし、キックオフ。勝てば決勝進出、キーパー以外はベストメンバー。ナイスカット。さあドゥオーも、ドゥオーも期待してるぞマジで。でこい、おお、この細かいパス回し、まずい、来た。ああ、嘘でしょ、入ったかと思った。危ねえ、まずい、まだある。いやー、今の入ってなかったか、割ってなかったか今の。うおー、うっと、やべえマジで。ダンちょっと詰まってる、逆サイド、もう一回出して、もう一回いいクロス、これは大工決める。嘘でしょ、それ止めんのかキーパー、絶対決まるやつじゃん今の。ナイス反応。ショートコーナー、すぐ上げる、来た、これは決まる。よし、誰、ベンテケ、ベンテケ、ベンテケと大工の見分けがつかん、ベンテケだ。ナイスベンテケ。このパターン結構決まるんだよね。でも相手キーパー結構反応いいな。よし、まずは先制。この調子でいけば決勝いける。要注意、要注意。ああ、こういうの怖い、こういうの怖い。オップねー、よく寄せた、カーター・ビッカーズ。ユリチッチ、きた、ナイス、うまい。もし、落として、ユリチッチ。相手のウッドさえ見とけ、あとはなんとかなるって。ここ曲げんなよシューベルト、シューベルト、ナイス。いいねシューベルト、ナイス。ベンテケ、フレデリクセン、ワッと上げて、ナイス、完璧、完璧。ベンテケ2ゴール目、すごい。前回入ってきたばっかなのにもう点めっちゃ決めてるよ。マジで助っ人だな。半年間しかちょっとね契約してないんですけど、今シーズン本当にチームを救ってくれる存在になりそうだ、ベンテケ。この2トップはいいな、ベンテケ、ダイクはマジ驚異的。狙ってきた、あっと、それ簡単に決められちゃうか。さすがに2点差、2点リードしてると決めてくるね。そこせろ、止めろお前それ。止められんだろ。ちょ、打たせたのが悪いんだけどさ、あれはちょっとそこせろの力見たかったな。もう1点取らないと安心できないよこれ。クロス上げていく、うん。そしてセカンドボール、ユリチッチ拾って、フガフ、フガフ、来た、ダイク、よし、強い。ダイクも決めた。これでトータルスコア 5-3。 ダイクが止められてもベンテケがいるし、ベンテケが止められてもダイクがいるしっていうね。おっと、うまい、うえい、そこそろ、ナイス反応。俺も今自分のチームを敵にしたくねえわ。そこしっかり、そこせろ、そこしっかり、そこせろ。あ、ちょっとやっちゃった、クリアすべき、あぶねえ。前半終了3対1。いや、いい勝負、2トップをうまく使えてる。ちょっとカーター・ビッカースが疲れ始めちゃってるな。チェフ入れるか、ここはもう1点取ろうぜ。次1点取ればもう勝ち確みたいなもんだ。ここのパス回し、抜かれんなよ、抜かれんなよ、抜かれんな、お前そこで。入られた、入られた、狙ってきた、
取れ取れた。おーしよし、やば、取れねえか、抜かれんなよ。よし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 、いいよいいよ。あーもう素晴らしい、いい守備、あ決められた。5-4 やば、打ち合いだわこれは。最後の最後までわかんねえな、ちょっともう失点はできない。4点目取ればまた余裕が出るんだけど、簡単には決まんないな。ベンテケ大工来た来た、よっしゃー、ナイスまた点差が開く、ものすごい打ち合いです。2試合で10点。そしてこの試合大工も2ゴール、ベンテケも2ゴール、よく決めたなこれ。ファーニー、よし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 、71分、どうも下げよ、下げてギルモア入れて、ベンテケ下げてハンターかな、頼んだぜ。あとはキーパーに戻す、やばいやばい、こわこわこわ、そういうとこ、こやっちゃったやっちゃったやっちゃった、あぶれあぶれ落ち着いて狙ってきた、ナイス、そこセロキャッチ。おっと来ましたよジョアン・ペドロウッドと変わったか、まあでももうちょっと時すでに遅し感あるけどな。キーパーナイスナイス、来た、おいユリチッチ、そしてダイク、逆サイのフギャフーダメ押し、勝負あり。そしてフーギャーフ、このゴール今シーズン初ゴールです。決まったぜ、決勝の切符いただきましたいやものすごい打ち合いの試合だったなこれ。狙ってきてナイス、あとはキープ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 、えい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 、やば、7-4だよトータルスコ。まあ、ベンテケが入ってきて本当に得点力また上がったな。これで決勝進出です。さあ次の決勝どこと当たるんだろう、ノリッチかストークだよね。いやこれ自信持って決勝挑めるだろう、こんだけ点取ったら。まあちょっと守備はまだ不安定だけど、これだけ点取れればな、失点しても巻き返せる。大手です、カラバオカップ。おいおいおい、ウルブスからソコセロにレンタルオファー来たぞ、なかなかいいところから来たなソコセロ。いやー今は出せない、もうちょっと時期ずれてたら出してたかもしんないけど、今は出せないソコセロは。またユリチッチンリールからオファー拒絶。ソコセロ来シーズンレンタル出してみるか、逆に。てか逆にリーグ戦さ、シミュレートでも勝てちゃってるからさ、いい位置についちゃってるね7位っていう。5位の EL 出場権、勝ち点差が 6？いや俺いけんじゃないリーグ戦も。そしてカラバオカップ決勝はストークシティです。まあ、ギリギリノリッチに勝てたって感じだねストークは。 PK 戦か、いやいやいや、今うちが乗ってるからこれは絶対勝つ。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。Be forgot and all lang syne for